わお。うわーえぐえぐ俺の中の頂点やな、それ大好きな。師匠として最近のナオタンどうですか。おはようございます、宗一です。今日は福岡県のザ・クラシックゴルフに来ております。もう準レギュラーになってます、炎上のナオタンです。どうぞ。炎上ですもう準レギュラーやね。準レギュラーです。で前回のラウンドでは、俺70やったかな、はい、レディーシティから回って、であそこら辺でちょっとなんか雰囲気掴んで、そろそろリベンジ企画を今回やろうと思って、リベンジ企画第1弾、ナモタンの師匠の大輔さん出てもらいます。どうぞ。あれは お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。あれる2人でーすコメント欄荒れた2人、あれこれからも荒れる。いや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 、一緒にせんでまあ2人ともここ今日回ったことないところ、初めて来ました。初めてです。今日はストローク対決で、はい、3人でやらせていただきますので、よろしくお願いします。天岐阜、天岐阜やりますかじゃあ俺が負けたら、はい、このバットを作ってあげる。はい、僕にですか。めちゃくちゃいいね。つぶり棒名前入れてね、トールゴルフ TV。 おお、マジですか。俺が負けたらね、3打ぐらいもらいます。なんでじゃあ僕が負けたら Amazon ギフト券1万円分をチャンネルから出させていただきます、はい、勝者にですね。よろしくお願いします。ではお願いします。無謀な戦いですけど、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ではザ、クラシックゴルフクイーンですね。クイーンコースの1番ホール、はい、372ヤード。ちょっとねマジでトレーニングしまくったわけね。まあでも今日勝ちに行く。ちょっと負けられないね、うん、よしお願いします。お願いします、はい。そこはまずいぞ。あれれれれ、ティーグラウンドまで行ったかもしれない。左捕まっとうね。はい、お願いします。お願いします、はい、よいしょ。よいしょ。ナイス。よいしょ。曲がんない。まだ試合終わりが継続しとうかもしれない。いいね、仕上がってます。まだ今日何番まで持つか左の林何ヤードで入るんですか。めっちゃいけんとこ行った。お願いします。お願いします。お願いします。うわ久しぶりや。素振りは綺麗やろ。いや素振りも綺麗。俺も久しぶりや。あ、ほんと師匠と。お願いします。お願いします。ナイスナイスです。運転しすぎた。運転しすぎる。ダイスさんお願いします。あ、お願いします。ナモタンにも負けたことないけんね。お願いします。お願いします。お願いします。そういえばさ、はい、ゴルフコート前行った時ね、はい、ギャラリーの人に、はい、トールゴルフ TV 出てましたよね。あ、本当ですか。いや、ダイスケさん前回出た時にゴルフパートナーの連弾で一緒に回ってるんですよ。ちょっとまだ見てない人概要欄貼っておくんで見てください。でその予選で大輔さん1位になって、でついこの間本戦があったんですよね。本戦アマチュアで何位だっけ。3位ですよね。3位タイです。ありがとうございます。すげえマジで。あの緊張感の中ゴルフパートナーであのプロアマ戦が、プロアマですよね。うん、3位やけ。大輔さん、動画出て、はい、なんか反響ありますか。いや結構ゴルフ場で声かけられることありますよ。あ、本当ですか。うん、いやでもまさか会場で声かけられるとは思わんかったけん、ちょっとびっくりした。嬉しいですよね。うん、ちょっと数ホールギャラリーにもついてくれて。160、はい、上げ160ヤード。何番でいきます。7番でテストなんでちょろしちゃいましたからね。ナイス。まありがとうございます。どうした、どうした、なんかあった。いや、ないそうです。ありがとうございます。ピンまで127、あっちやね。あっちやけど、こっちに出すんだ。ち
っとやばいね、大輔さんの今のショット。いや、やばい。右に。あそこ出すね。うん、ナイス。あー、止まった。食われるね。マジか。オッケー。ボギーでいい、ボギーで。あの、大輔さんの前回の動画、ちょっと、ボギーでいい、ボギーでいいっていう。ダボを打たないように。ダボ打たないように。ラフ長っ。長っ。まあ、誰かついとる。ちょっと成長した僕を大輔さんに見せよう。じゃあ、93ヤード58度で。はい。よかった、フライヤーちょっとビビったな。お願いします。92ヤードです。92ヤード。52で。52で。ナイス。ミスです。ミスですか今。ミスですね。ちょっと90ヤードからあれはちょっとやばいですね。じゃあ、十何ヤード使うよね。58度でいきます。はい、アプローチ良くなったからね。うん。おー、ナイス。さあ。ナイス。いいね。直田、ありがとう。ありがとう、ありがとう。めっちゃ違うね。いや、入りが細かもん。うん。いや、ありがとうございます。今日の朝に教えるのかね。いや、いいやめて。たまには勝たせてよ。たまには一回負けてるから、ね、ソウル TV の初めての敗者は俺なんだよ。大嫌いの守ったんだよね、下りの。いやもう入るイメージはないんで、うん、わぁ、切れる。なぜイメージがわかんない。おかげいくよ。ナイス。ナイスパ。はい。変なとこあった。ハンデくれそう。ハンデくれたね。ボギー。ナイス。アプローチ良かった、ね、アプローチ良かった今。マジ良かった。ナモタンにもアプローチちょっと実は教えてもらっとって、うん、ちょっとあれ大公開する。します。まだやめとく。あれちゃんと回作ったらいいね。でもあれちゃんと一本の動画にした方がいいね、うん、アプローチって深いわ。中途半端にやると、うん、あのこうなる人が、ね、ああそうね、増えると。いや確かに視聴者さんにそれは良くないけん、うん、なんかねちょっともうちょっとまとめて今日もラウンドで一回使ってみて、今初その教えてもらったアプローチしたけん初めてね。一回だけ誤解してやると大変なことになるから、ね、そうねそうね。で俺も多分本当のライでゴルフ場でやってみて、よかったらちょっとレビューをします。内容気になりすぎて。ああそうですね。楽しみすぎる。ここでトロって言うとね、なんか簡単に言えるもんじゃないもんね。そうそうそう、本当。実際ラウンドで使ってみた感想もちょっとちゃんとレビューします。そうですね、はい、よし次は2番ホールクイーンやね。クイーンの2番ホール394ヤード、はい、右がダメだそうです。初見なんでどうですか。ピンからスライスか。ピンからスライス、はい。うわ完璧。ナイス。しなり方がいつもと違うんやけど。ナイス。気合が。なんか入っとるね気合が。師匠がいるんで。負けたくないな。大丈夫です。一回も勝ったことがないけど。あ、一回も勝ったことない。一回も勝ったことがない。ちょっとドローでいい。はい。ナイス。まあいい、全然いいでしょう。うん、ナイス。ミスってもあれぐらいですよね。うんうん。
うん、ナイスです。珍しい。いやいや、もうハンデを触れとる。ハンデは、まあ珍しいねって言ったって、多分何ホールかしたらもう平気だと。今のうちちょっと頑張っとこう、うん、ここに詰めとかんと、急にエンジンが入るとだんだんゴルフに慣れてくるけど怖い怖い怖いさっき話の続きで3位になって、あれ何日間あったんですか試合。2日間。あ、2日間ですか。スコアは73、72 ワンオーバー。いやでもね、パー70だから。パー70なんですか。5オーバーで3位。1位の人はどんぐらいなの。いや、パーイーブンかワンアンダーだったんだよ。おー、何すごい人がおるんや。2連覇って言ってたよ。はぁ、俺の中の頂点やな。それ大好きなの。アマチュア、うん、俺の中の知ってる人の頂点、うん、師匠やもんね、うん、はい、スコアも経歴も。いや、楽しいね、今日のゴルフは。じゃあ、いいね。ますますちょっと気合が入るね。気合入る、うん、8と9ください。すいません。140ですね。はい、140。何番で。9番で。スライダーしてる。ダウン。ちょっとフライヤーしちゃいましたね。フライヤーでした。122の51度でいきます。はい。食べるショット早いけど、やっぱりドローですか。センターからドローできます。はい。やっぱ、うん、っナイス。まあ、狙いはいい。狙い通り打てとった。うん、ナイス、うん、風でできました。戻ってきました。113ヤード、はい、52度。あら、風が入りました。なんか風でやんだね。なんかキャディさんついたらさ、ラウンドも楽やね。楽。クラブ取り行ったりせんねんし。ね、大輔さんとの出会いは？インスタやね、それも。あ、インスタ？へ、うん、大輔さんだって長崎の人やもんね。長崎。と福岡やもんね、俺ら。ほら、試合2年前から初めて試合出る時とかに、うん、試合はこんな感じで待ったらいいよみたいなメッセージもらって。はいはい、あ、そうなん？アドバイス。会う前に。会う前にアドバイス？そういう時、この人誰なんだろうって。インスタで教えてもらって。調べたら、うんうん、すげえ人やった。そうね、実績がすごいもんね。で、一回ちょっとラウンドをお願いします。会ったら、半端なかった。半端なかった。え、ずっともう勝ってない。一回、マジで一回も勝ったことない。すげえね。こんな思ったんだね。全部綺麗に負ける。前半3打ぐらいつけても、昼からバリバリバリとか入ってくる。そうなんや。おかしいんや。すごい。じゃあちょっと、今日はそこを楽しみに。まあ、でも俺も憧れは捨てて、今日は勝ちに行きます。聞いたことある。大谷難しい感じですか。無理したらダボになりますから。ああ、ボギーでね。ボギーで。ボギーを狙いに。パートナーのスピードが残ってるんじゃないですか。速いのか。おい、伸びろ。まあまあまあいいや。うん、ナイス。登ってる、登ってる。どんだけ曲がるっちゃう。相当曲がりそうな気がします。高いね、そんな。うん、すごいね。お、すごいですね。イメージが湧きますね。おー、うまい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 。うわー、すごい。やるじゃないか。あー、ナイスバディ。これ入れるか。これはもう儲けも。やばいね。狙ってない。うん、
ナイス。ナイス。ナイス。初見です。525、誕生日だ。縁起が良さそうです。狙いは？来てわからん。ただ左のバンカーが275先端らしいんで、奥の多分林が途切れてるラインぐらいに打っとけば。もっと右でいいと思うんですけどね。わからんから。右打てば打つほどセカンド短くなるんじゃない？でもペラッと時、あの中入ったら終わりです。その時考えればいいさ。大丈夫よ。右から右から。ってことなんで、コーナーギリギリがいきます。保険かけていこう。ミスったらチーピンになるよ。ほら、こうなる。もう止まったか。あります？の中大丈夫ですけど、ちょっと直接がいい。どうせ3段目で、こういうのがいいね、引かないね。ちょっと1番ホールでフェード打って左まっすぐ行ったけど、ドローでいきます。はい、あのキーぐらいかな。ナイス。おー、ナイス。すごいとこから回すね。おー、ナイス。あれでギリかやべえなんだ。多分狙ってはないと思うけど。いや、でもすごかった。開きました。インパクトですか。でもベスポジよ。すごいドローだったね。うん、ドローなんかな。右にとりあえず出そうっていうのを意識した。こう左結構浅いよ、俺の持ち球。めちゃくちゃこう左意外と浅くてすぐ OB になるんですよ。ラフが長いから、そういうの教えてくれんもんね。打った後にしか言わん。打った後にしか。勝つためにね。そうそうそう。師匠として最近のナモタンどうですか？動画で見るナモタン。まあまあ喋るな。あ、喋るな。まあ面白いですよね、道具。道具はね、すごいよね。俺とかさ、はい、道具のこと何も分からんけど。クラブセッティング撮った時もそうでした。ほぼほぼ感覚でやってるから全然分からんけどさ、その点すごいよね。やっぱすごい勉強してますよね。大輔さんが道具にこだわり始めたから、それはそれで怖いよね。やばいね。やばいかった。狙いづらい。いっぱいあるね。ここどこ通します？ちょっとだけスコア余裕あるんで、そこ行きます。木の間、ま、あ、抜けた先に。あとは強く抜いてるところ。右は大丈夫。左でしょ。はい、右は大丈夫。木の間です。ここで、もうこんな狭いとこ行きます。マジで？ YouTube してくれるね。うわー、うわー、えっぐマジで？えぐ今日キレキレやね。いいです。やば、通ったね。すいません、キャビさん、目土お願いします。そこ、すいません。やばいやばい。やば、頑張りました。これショート動画いけやん。これいくね。弟子のナモタンがえぐいスティンガーをかましてました。2打目やばいっす。じゃあ俺は 上から行くわ。上からで。はい、ナモタンどこまで行った？多分グリーンバンカー手前ですかね。ナイス。あ、出ました。バンカー越えました。はい、久しぶりにゴルフしたらやっぱダメですね。久しぶりにゴルフですか？はい、1週間ぶり。1週間ぶり。あんまり練習はしないですか？練習、はい、あんまり、しないです。245ヤード、2番ユーティリティでいきます。朝のランニングが効いてきた、下半身が。最近ね、九州ミッドアマの予選が9月ぐらいにあるけん、それに合わせて体を絞ってるんです。ミッドは出ないですか？シード。あ、そうや。
決勝で待ってる。決勝で待ってるよって言われて。決勝で待ってるよ。いやー、頑張ってよ。トール君、何部 B？ 俺は、うん、JR 内野。あ、内野？そうそう。俺、テンパイや。あ、テンパイ？いやー、ちょっと九州ミッド決勝で会いたいね、みんな。サガロイヤルよね。あ、サガロイヤルに行って。3人で練習ラウンド動画撮る。あー、いいっすね。決勝行って、決勝の連覧回りたいね。みんなで。いや、みんなで回りたい。うん、もう大輔さん確定やけ。言いたいな、俺も。決勝で待ってるね。そのシード取るにはどういった条件が必要なの？いや、あのね、いろいろある。そう、いろいろあって、俺は今各県のなんか研修会みたいなのがあって、はい、あ、はいはい。それで年間1位だったら、選べるわけ、はい。九州アマのシードを取るか、九州ミッドのシードを取るか。今年、日本ミッドがケアだから、はい、はいはいはい。近いからケア行きたいなと思って。あ、その日本ミッドがケアであるから、うん、そのケアでラウンドしたいから、その、そっちを選んだっていう。九州ミッドのシードから。なるほど、いいね。そんな立場にね、ちょっとなりたいよね。そういう選び方があるの。どこにしよっかなーって。まだこんなゴルフじゃなれんね。こっからやね。いや、まだまだ、はい。最近ちょっとやっぱパーソナルとか入れて、トレーニングのコーチもついて、体がこういい感じになってきよけんさ。本当に肉体改造してるから。うん、そう、マジで本格的にお金かけて。うん、これも紹介したいね。うん、67か。グリーンはちょい柔らかいね。60キャリーぐらいか。こう8でいきます。はい。うん、ナイス。ナイス。いい、ね、いい入り。いい入り。58ヤードです。58ヤード。うまっ。あ。ちょっと転がりましたね。直田いいとこ。あ、いいとこでもないか。下ぐちゃぐちゃやね、やっぱ雨やったけん。55ヤード。はい。下が本当に緩い。緩い。うわ。真横。真横。うわ、止まった。アーティザー。アーティザー。これです。アーティザー。今結構緩かったけどね。はあ、いい感じ。いやー、入れますよ。最高や。入れてね。近っ。いや、登録も結構チャンスよ、あそこから。いい、ちょっと俺も結構いいアプローチできた。直田のマークがしっかり映しておいてください。またショートする。登録だけ上りに残ってるもんね。そうなんですよ。ちょっとずるいかもしれない。ずるいですよ。絶対奥から速いの知ってて、手前につけても一人だけ。そう、もう上とかやったらダメやん。上、ね、すごい角度やもん。これでも決めるよ。はい、こう。うまい。おお、ナイス。もう、ナイス。ありがとうございます。すごい曲がったね。ああ、切れた。めっちゃ切れた。どう、画面じゃ分からないと思う。いや、これめちゃくちゃ下り。すごい下ってます。ここから入ったもんね。ナイス。ナイス。打つね。ナイス。そんなに打つんや。なんか俺だけでバーディー取るからもうボギーでいかない。もう置いていかんで。これも簡単じゃないよ。いや、これも簡単じゃないですよね。ナイス。ナイス。ナイスバディ。あれです。やっぱその60ヤード、そのさっき言った練習したやつ。まあ、三ヶ島パパの後にも直太によりもっとこう細かく、次はスピンのコントロールを教えてもらって、ちょっと公開したいけど、一回ラウンド回ってみよう全部。
では、3ホール終わりましたんで次の動画に行きます。僕らインスタグラムやってますんで、はい、ぜひ概要欄からフォローしてください。お願いします。お願いします。お願いします。ではこの動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ナモさんアスリートプロつけてない？アスリートプロお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。これなでは以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。Pace as long as you finish, consumers find a way inside your business. Babbling, they try to dabble in it, and they hate the fact that they may have to witness. You tryna aim for the top like this, and you're in your element with a fire like this, and they're hoping you fall in the trap. You miss with a song. あれ、こいつのワッペン斜めってない？バタバタ張ったら取れました。